毎度京口翔太です。毎度京口龍太です。はい、引き続き兄弟対談、前回上がってると思うけど、うん、まあ兄弟でボクシングマスパーシングか動画の後に、まあ、対談動画よろしくお願いします。お願いします。じゃあマーシーお願いします。昔からもうボクシングはやってたの？そうですね、僕が中学校2年生からまあボクシングやって、まあ、アマチュアが何戦か9戦ぐらいでしたね、やって社会人も一応決勝戦まで行ったんですけど、はい、まあ、決勝戦で反則でもう負けみたいな。なんかダウン取ってもなんかオープンやなんならで、ダウンは1回取って、でその後結局2回3回ってちょっと頭が入りすぎやみたいな、昔ちょっと厳しかって、そのバッティングまでがハイも終わり負けみたいな。厳しいんですね。そうなんですよ。アマチュアちょっとだけやってました。そうですね。でそれからプロになって、それは大阪で。そうです、そうです、うん、大阪で行けて、ほぼ一緒です。ボクシング始めた時は僕空手やってて、まあ、中学入ってから、まあ、僕も結構好奇心豊かな方で、はい、いろんなことやりたい、いろんなことやりたいやりたい。で、まあ、ボクシングもそうですね、一緒で、あのビデオを同じタイミングで見てるんで、ビデオ、はいはい、でまあそれも見て、でも、まあ、初めの一本もあると当時流行ってて、はい、でまあボクシングやりたい。兄貴もあれなんですよ、あの団体競技はちょっともうなんか俺が結構できる方やから、はい、その失敗がお前のみたいなそうでみたいな、人のせいに結構しちゃうので、はい、どっちか言うと個人競技の方が向いてるから、それもあって今も責任は自分なんでね、うん、僕が5年生の時にやりたいと思ったタイミングで中2やったんで、3つ、何個さ、3つです。3つさ、さっき始めましたね。はいはいはい。で僕が1年やってるかやってないかぐらいに、そう、6年生の終わるぐらいの時に、僕も同じ大阪定点に電車で1時間20分ぐらいか、家から毎日通って感じ。なんでそんな遠いところなの？大そのそれこそジョーちゃんと薬師寺線もあって、はい、親父と話してるうちに、まあ大阪定点やろうみたいな、地元に何個かあったけど、もう少年入れて本気でやるんやったらもう電車乗って行けみたいな。もうその時に達也さんもそこで選手として、なんか僕よりも先に入って、それこそもうマンツーで、ジョーちゃんの息子ジュキヤ君が鬼の1個下なんですけど、ジュイキも、まあ、当時一緒にやってて中で一緒に、で僕も中1になる前に行った時に一緒に合同練習もずっと一緒に毎日、めちゃくちゃ豪華です今思うとね、もうすごいね。そうですね、今でも思ったら交流と元気かぐらい、僕よりは交流あります。けどそれだけ最初空手でボクシング出て、こう途中でなんかやめたいなみたいなのなかったの？厳しすぎてとか。いやー、やっぱりね、親父の目があるのとないのとはまた全然違いましたね。でも空手の方が厳しかったですね。でも僕よりはやんちゃったんで、僕よりも、僕全然やんちゃったんで、仲良かったか言えますけど、やっぱやんちゃったんで、センスがすごいあるけど、ちょっと不真面目なとこあるみたいなたまにサボってるとかあったんではいはいはい。だからもう、多分前に YouTube 言ったけど、お前終わる頃連絡せえみたいなたまにありましたね。まあボクシングもしっかり練習はしてたんですけど、うん、しっかりボクシングに向き合って強くなんねえって思って練習すんのと、はい、同じメニューでも、もうこれやりきったらもう遊びに行こうっていうぐらいの考えで、ノルマをこなしてる練習と、うん、将来世界チャンピオンになりたいなるっていう気持ちで取り組む練習で、やっぱ量は一緒の練習やっててもっていう差はありましたね、うん、それはめっちゃ思いますね。だから地元でもお前全然練習してないんや、いやしてたんやけどな、ヒロトにも聞いてみてぐらい、はいはい、やってたんやけど、やってたけど身につかない練習をしてたっていうか、あ、もう人生の失敗ですね、僕の反省そうですね。でもあんまりそれでも人並みよりもっと異常のパフォーマンスを出せるからセンスですよね。仕事でもでもそうじゃないですか、何の仕事してても。そうですね、もう今日これやったらもう終わりや、一日終わる、日沈んで寝てみたいな、めちゃくちゃ要領よくてこなせるタイプで、逆なんですよ楽な方法でかつ要領よく楽にできるっていう、パッパッパッと、でもちゃんとこなせてるんで文句言えないですよ周りは、はい、だからそういうアスリートとかやとそれだとこういけないじゃないですか、上に人並み上にはできてもここまではいけないみたいな、もう時間かけてでも行くタイプみたいな、はい、よう腹立ったなお前は、めちゃくちゃ覚えたもん、親父なんもできんのかみたいな、めっちゃ怒られてましたね、けど裏では、はい、あいつ頑張んやけどなって親父もね
なんかこことここがフュージョンしたらええ感じなんだけどね、めっちゃ言われてる。割ったってみれば。ボクシングでも、それはよく言われてたんですけど、まあ、そういう感じでしたね、ボクシングの。空手でも結構成果上げてたっていう。まあ、それなりにかな。何に出ても、まあ、入賞は絶対するっていう。めちゃくちゃすごい、はい。小さい大会ででも、もう絶対優勝とかして、まあ、3人兄弟の間の、あの姉出てもらった、はいはい、姉もめちゃくちゃ優勝するけど僕だけ全く優勝できないの。俺はもう最強と思ってたんで自分でも自分で思ってました、そういう感じでコンプレックス抱きながら、はい、空手頑張ったらカメアミハ出せるって思ってた。ちっちゃい時はもう当時ちっちゃい時の写真なんかそのドラゴンボールの構え、はいはい、ようこんなこととかやってました。そうそうそう、あんなもうこんなんとかもういっぱいあります写真。はい、けど空手からボクシングにつってもボクシングもある程度こう、あ、全然できるなみたいな。それなりにできましたね、うん、その社会人が終わってからプロ転向して、あれ19歳の時、はい、20歳か、20歳になる年のぐらいに。そうですね、それぐらい。2010年デビューで2011年が新人王やから、はい、21になる年で新人王に出て、はいはい、で優勝したんだ。そう、全日本新人王フェザー級で。だから20歳になる年の19歳でプロデビューして、はい、8月やったかな、あれで1戦して2ラウンド KO 勝ちで1戦1勝 1KO でっていうレコードで新人王にエントリーしました、はいはい、大阪帝拳か西日本か。デビューの年は1試合しかしてなくて、はいはい、だからマーシーの翌年の新人王、そうですね、そうですね、2010年のフェザー級、その前の年の決勝戦見に行ってたんですよ。全日本の、全日本の全日本の関豪介とか。俺は来年ここに立つんやなって思って見てました。だそういうとこも、もう僕よりもあれなんですよ、肝っ玉座ってるタイプなんで、あ、俺ここ立つなみたいな。え、じゃあ後楽園ホールまで行った？あ、行きました。ほんで決勝戦見に行きました、生で。懐かしい。そうそうそう、もう絶対この試合より俺盛り上げれるわぐらい。それで翌年の新人王で全日本新人を取るっていう、はい、有言実行したんです、ね、はい。まあ、そこからまあいろいろ紆余曲折、はいはい、まあちょっとやんちゃしちゃったりとか波乱万丈と言いますか、はいはいはい。でもまあこれに関してはまあなんかこうかばうことじゃないけど、やっぱ報道とは全部が全部正しい報道じゃないので、うん、やっちゃったことのここだけ切り抜けば確かに事実ではあるけど、うん、オーバーに書かれたりとか、うん、ほんま嘘のこと書かれたりとかあるんで、やっちゃったことは反省せなあかんし、悪いこともやったけど、全部が全部事実が報道されたわけじゃないので、まあ別にあんなこうだでこう弁明してどうのっていうわけじゃないけど、まあ、まあそこだけ。そうですね、今さらもう言い訳させてとかはないですけど、当時はね、ちゃうねんちゃうねん、はい、もうでももう今となってもう5年も7年も前か、うん、もうあったな、それがなったな。まあ今となってはね、そのこと僕が今現役でやって、まあ応援の側にすごい全力でしてくれてるんで、でそういうこと今は本当でもね、いいんですよ、はい、僕がこのやってしまったことを記憶に残されてるのって、うん、何でか言ったらこいつが活躍してるからなんですよ。こいつが活躍してるから兄貴も忘れられないんですよ、みんな。はい、まあもうずっと活躍しとって僕のこともずっと覚えとってくださいっていうぐらい、はいはいはい、すごいメンタルですね。もうこいつが活躍せんともう引退ってなったらね、あ、そんなやつおったなぐらいになるんですよ、多分僕のことも。もうずっと活躍しとってくれたら、それでだからまあ今は本当に家庭持って子供も今4人か、で長男は今中学校2年生でボクシングこの6月から始めて。みんな男の子？そうなんですよ、男そう。すごいな。え、それこそでも息子さんとだからやるそうね、総称が長男がまあ中2で14歳から15歳離れてるから、まあ、僕が35ぐらいまでやってればあと6年19、20歳20歳あり、無理やな、無理やな。そのステージまで来れないです、まあ、もうそれこそそれなりにアマチュアしとって実績持ってたら、まあバチバチのスパーリングはね、あ、でもスパーリングは本当多分ね 1、2年で体格もまあまあちっちゃいけど多分同じ似たような体格になると思うんですよ。フィジカルがもう多分全然ちゃう。あ、そうなんです、ね、体がもう僕でも思いましたもん、今日やってて。へえ。昔なんかで、うんうん、ブーンで吹っ飛ばされたはいはいはい、うん、みたいな。へえ。どんな感じですか、僕からしたら子供の時、はい、可愛い弟とは思ってたんですよ。
はいはい、はい、こっちは怖い怖い、これいじめてる感覚はないんですよね。こっちがじゃあ怖い怖い兄貴やな、けど僕がもう絶対なんで、はいはいはい、僕の言うこと聞かんかったら、お前なんでこらハイキックされました、ハイキック、ハイキック、駅のホームでハイキックされました、ローキックからハイキック、それ毎回言ったのよ、そうそうそう記憶に当時はね、嫌いでしたけどね。あ、まあ、今こうやって笑い話になれるのもね、まあ良かったな、大人になったからやこれもね、昨日も言ったけど、はい、お前な、俺に感謝やなって、俺のおかげでこんな強くなって、結果論そうかもしれんけど当時 めっちゃ嫌やったから、後から何でも言えるんだよけど、フェザーとライトフライとかミニマムの時でもスパーとかやったん、いや、まあ、できないできない、遊びのマスぐらいですね、うん、ぐらい、でよタイミングよく左ボディボーンって倒されてたんだ、結構倒されました、今日の方がでも結構やってました、今日結構強いですよね久しぶりにこうマススパーやって、やっぱ貯金ってあるじゃないですか、そうです、ね、ボクシングセンスの体力が落ちてても、しかも全然なんか体力っていうか太ったりしてないです、ちょっと痩せたっすね、そうですね、もう引退してからずっとキープしてます、いや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 、いやでも5ヶ月前まで、5ヶ月ちゃう、3ヶ月半ぐらい前まで、5ヶ月ぐらい、人生ピークの70ピーク78ぐらいまでありました。え、マジですか。今60、昨日結構食って67なんですけど、はい、昨日の朝で65.34 ぐらいでした、ね、65ぐらいまで落ちてるから、まあ、でもポンって落ちるんで、5全然フェザーまでいけそうっす、いやあ、でもほんまに1回試合するっていう、はい、それこそチケットも売りってなればやるかもしれないです、はい、ただそれが試合にできるかどうか、フェザーは無理やな、でもスーパーフェザーぐらいで試合の体を作ることはできないかもしれないですけど、体重はね、体重を落とせ、リミットまで落とせっていうのはできるかもしれないですね。結構減量得意です、まあ、失敗はなかったけど、僕が今思うとようあんな減量の仕方してたの、どんな感じだったの、いやあんま食ってなかったイメージじゃない、そうやな、食わず、どっちかというと昔の減量方法じゃないけど、はいはい、最後サウナスーツ全身着てサウナで、そんなんしないですもん絶対で、前日もうずっと布団にくるまってみたいな、あ、もうミイラみたいにちっちゃくなってましたそういうの見てたで、現役の頃もナチュラル71とか増えて、うん、で13、4キロ減量してたんで、マジっすよ、う落とすなと思ってました、それをね、1ラウンド、2ラウンドでポン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 倒してね、バーン連勝してたら、調子乗りますね、まあ、え、で、ランカーまでも6位まで全日本で優勝したら、全日本新人王の時点で10位か、当時あの時10位です、ね、10位でしたっけ、10位か12位、12位、あ、な、その辺のもう入って、最高位が6位やった、6戦6勝5 KO で新人王に出て、で、勝って7戦7勝6 KO になって日本ランク12位カードもするから、そんなんでしたね、はい、最高位が多分日本6位やったんじゃないかな、6、7、まあそれぐらい、僕も覚えてないですね、すごいと僕は思うと、やっぱまあ大阪でやってたってもあるけど、こっちでやってたらもっとチャンスも来たかもしれんし、やっぱ環境が違うんで、もっともっと上行ってたと思うんですけど、うん、全然ベルト負けるとは思うけど、まあ、世界はね、分からんけど、けど息子さんもこう運動神経いいなって思います、どうですか。そうですね、それなりに動きますね、はい、強烈系やばいっすね、運動神経いい方がいい、だから僕が良くないんですよ、そう、僕で強烈系で言ったら下です、僕が運動神経一番いいんじゃないですか、兄弟、何やっても一発でできちゃうんです、まあ、マットにしろ、飛び箱にしろ、鉄棒にしろ、球技にしろ、水泳にしろ、何かしらのスポーツは何でもこなせる、だってブレイクダンスすごかった、ブレイクダンスはできないんですよね、あ、そう、でも練習させたら絶対できるっす、興味持たなかったです、あ、すごい、爆点爆中とかもポンポンって小学校の時点でできたよな、やってみるわって感じでやってポンポンみたいな、センスそういうタイプでしたね、はい、まあ、ということで今後の最後にちょっとどういう風にしていきたいかとか、先だ長男が、まあ、ボクシングやってるから、僕の人生ってやっぱこれからも仕事も頑張って子供、家族をね育てていき成長して、で長男がいつか世界チャンピオンになるまでサポートできればなと、ヒロトの応援もしつつ、やっぱね僕の息子って多分これからすごいプレッシャーあると思うんですよ、そんなおじさんがおって、京口の名前重たいですからね、でボクシングしたい、
関東行くって言ってるんで。渡辺ジムに。いやまあ分からんですわ。まだ分かんないです。関東に行くぐらい。東京で行く。すごいな。はい、いや兄貴はまあ父親としての。そうですね。サポート全力でしていきたいなと思います。まあ、これの動画を見てもうイメージがなった人もうほぼ全員かもしれないですね。やっぱイメージやっぱ良くないから。まあ自分だって僕の以前の動画とかでもこんなことされてたとか言ってんのに、まあ親父になったら子供を育てるなんか当たり前のことですからね。もうそれを放棄するなら子供ね、いや丸くなりましたね。いや角が取れた全部。今日で最後の仕上げでバシバシ角切られました。最後の仕上げつるっとするにつるにこう、まあということでね、兄貴もこうやって頑張ってるし、俺も頑張らな思うね。甥、うん、っ子にもいい姿見せるように見本となれるように頑張るんで、ね、はい、でまた違った企画もみたい。そう、あの引き続きお姉もお兄もなんか出てもらいたいなと思うし、そう、ね、またいろいろとね、もう僕もちょい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 連絡は取り合ってるんで、家族みんな結構取り合うんで、はい、仲いいんで、ちょっと YouTube の企画でちょっといろいろパンチングマシンだ、どうぞ。いやいや僕パンチングマシンね、うん、あれね、コツ絶対あります。すごいですもんね。僕はあんなに出せれないです。まあなんか引き続きなんかいろんな企画考えて、はい、協力してもらおうかなって思うんで、まあ甥っ子とかもこの YouTube にちょっといつか出てもらおうかな。甥っ子とスパーリングしてみた企画、いいっすね、楽しみにしてもらえたら。いいですね。来年ぐらいな。来年ぐらいでやれる。高校生高1でアマチュアなる前ぐらい、中3の終わりぐらいでもまあやれたら面白いかなと思うんで、まあ引き続き楽しみにしてもらえたら、はい、でまた出てもらうんで楽しみにしてください。じゃあ今日はこの辺で終わりでございます。バイバイ、はい。